中田いいや。あれこれメインメインメインよ。あ、マジか。サブチャンメインよ。出来による。挨拶だけというか。うん、あいもカナダ。オールドジェネレーション。どうもカナティの中田と。ポチポチ。よろしくお願いします。よかった。もう一回いく？あいもカナダ。オールドジェネレーション。どうもカナティの中田。ポチポチ。はい、もうカナダ。オールドジェネレーション。どうも、カナティのあなたと、プチマト。プチマトです。はい、ということでね、先ほど雑談してて、ふと話題が浮かび上がってきたので、ポチモさんのね、歯の経過と、これからの話とか、その他もろもろ関係性で出てきた話、はい、聞こうかと思います。では、私の調整は今もう、何日かわからないですけど、9ヶ月経ちました。6月から5月かな。で今ナンバー30まで行って、まあ30まで何までですか。ナンバー渡されて、だんだん渡されてって30まで渡されて、30までつけて行ったんですよ、うん、会社に。そしたらなんかまた写真を撮られて、まあ、なんで先に作っとかんないと思ったけど、また写真を撮られて、それをまたアメリカに持ってって、うん、でまた来るまでその30をつけといてって言われた。段取りが悪いと思う。うん、でもなんか分からんけど、そこまでしっかり進まんかったらっていうことで、一応区切りがあるのかはよく分からないですけど、まあ今30をずっと1ヶ月ぐらいつけてるんですよ。もうどんな感じのカメラの方に、ほらもうすごいね。多分今パッと昔のね、ポジモさんの歯出てると思うんですけど、めちゃめちゃ変わったんですよ、うん、昔はもうね、歯がもう異常な人だったので、はい、普通の人に。そうです、前特別だったのが今めっちゃ普通になってるんですよ。どうですか。まあ、あの時調和みだくじで僕にチャームポイントがなくなると思ったのは悲しかったですけど、ちょっと今となっては、まあ、やってよかったかなと思います。素晴らしい。ということで、逆にあの時、整形になっていた場合のこと話してみましょう。整形は高校ね、なんでそれ？メイン？もうね、二人じゃなくて。あ、もうあの動画で言ったのが、二人の特徴をという話でね、うん、そう。二人いる？いや、できるよ。この名前は二重、アオリングぐらいしかいないんでね。あ、あ、それは、それはちょっと違うかな。違うかな。そう、これは一重。で、まあそれでね、アオリングを全部持っていった感じですね。あ、ね、みんなのところ。あ、アオリングをこう、あ、いや。怖い、見られた時が怖い。頬骨をってなった時に、頬骨を切るのってあれ何でしたっけ。以上。でも結構ダウンタイムとかやばそうだよね。何ダウンタイムって整形後のさ、人前に出れん期間。ああ、何こうやって。そうそうそう、ほら。それね、平均とかやばいね、それ、うん、骨削るってだいぶやばいかな。うん、整形って肩の、もう物がもうやばくない。プチ整形、プチ整形、プチ整形、ガチ整形やろって。そうするとここを注入してたら、これを大丈夫です。ここは何で前は面白いのっていう方法もあったかな。これすると、どれぐらいコケトンの逆に直すってことだから、え、まず、ね、俺ここ何異常に出てるんか。まあ多分出ろってコケトンもそう見えるんだけど、うん、どっちかというとここがコケすぎとるんか、ここが出すぎとるんかって話。出すぎとるんか、出すぎとるんか絶対あると思う。だって砂糖がある。あ、触らん方が多分いいと思うけど、すごいよ。すごいのこれ。いや、ほんとにすごい。骨のさ、写真とか出してほしいよね。いや、もう骨やね。ほんとにやばい。こっからグワーってなってるね。
骨、骨同士で見るとね、俺の骨が張ってるんだ。いや、知らん、あんね、そう、あれ、これはポチモさんにしたいと思うけど、俺昔さ、中学校のぐらいの頃かな、あの、影で落ちた時に自分の顔を見た時にさ、こう、こう斜め下に、ね、落ちた影を見るとさ、この角度で落ちるわけよ。なんかこう、めっちゃまっすぐやなーって、この落ちた影で、こう、って思ってさ、ずっと見当たったらさ、高校でさ、高校で出てるって言ってさ、そこで初めて出るじゃん。あ、俺高校生なの、高校生なの。意外に高校ない。いやでも普通に中学校からその現象が起きたってことは、中学校のところ、小学校、分からん。僕長田と中学校で実は同じなんですけど、一回も喋ったことがないです。一回はない。そうなの？本当にね、うん、マジ友達じゃないです。え、そうなの？全く友達じゃない。え、こう行った時に。陸上部で、あ、これ同じ学校のやつや。そう。そのレベル？そう。クラスもね、一回も一緒になったことない。とかね、話したことを。違うことない。1回ぐらい遊びでさ、1回ぐらいなんか会ったことあるけど、うん、話さんぐらいの、うん。話としても普通になんていうの。うん。なんかね、周りのやつ囲んでちょっとした喋るぐらいで。そう。こいつと話しようじゃなくて、グループと話しとるときにぐらいの。うん、そうなんや、知らんかった。あんまり関わりたくないですね。そういうのは何もないんですか。なんでなんでなんで、何そんな、何インキャヤンキーとかじゃなくて、インキャでもなくて、あのヤンキーの後ろによる、なんか、なんとも言えんやつやろ。なんか、僕が永田の中学校の時の印象が、掃除ロッカーに入れられて、マジでね、いじめられとった印象が、それがあるんです。あんまり関わらない印象かな。いろんなことあるけど、それに至っては本当にあれね、本当にいじめられて毎回言っとるけど、あれみんなやられとって、俺の番の時にたまたま見て、あ、こいついじめられとるなって思っただけなので、あれ俺の後にもめちゃくちゃ やられてそこで、斜めにされて斜めにされてガラ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 その主欲を満たすために存在する用心棒、とりあえず用心棒ってどれかなのかね、中学校の頃仲いいですがヤンキーになったもんで、なんかヤンキーになれるままヤンキーの方に国家的な、そう、一番喧嘩弱いタイプやつで、で、ここで出会ったわけです。そう、まあ、中学校一緒なんで、まあ、高校も家の近いわけなんで一緒に行くことになって、まさかこんなやつと一緒になるとは。最初だってバレー部やったんで、なのに陸上部に入る理由もないのに、なんで陸上部になるんだろう。最初どういう話だったの？でも最初当たり障りなかったの。うん、いつからそんな気にくなったの？やっぱり帰りが一緒っていうところで、うん、最初はね、なんかいい感じだったんですけど、蓋を開けるように中学校から知り合ったらもう俺どんなふうになってたかわからんまあ最初の高1の頃はちょっと永田君に嫌な思いを結構させましたね。だってえっ、いきなりイントロミンスをホントにさ、ホントにマジで一番嫌な、僕の中では奴隷やと思う人やっていいんかなと思ったんでそういう今までの感じにした方が永田的にもいいんかなと思ったので、あんまり環境を変えたくなかったので。いいけど何、たまに度が過ぎるとこんなに言わないで。一番昔って何言った？まあ言ったよね。あの雨降った日にさ、部活のさ、あの陸上のトラック水覚えてるの？うん、絞るごとあれの時にさ、俺とポジションがちょっと遅めに出てきて、こいつが確か俺にドアをガシャーって投げたので、で、それで何、何
そうでな、結構怒ってやり返しとったら、そのやり返しとるシーンの時にこいつがやめろって、長田さん、ちょっとやってくれんすよって大山先輩とかにめっちゃ言ってきて、でもうそこしか見とらんもんで、俺めちゃくちゃ悪者扱いになって、でそれで部長、俺らみたいな部長とかもちょっとそういうのを知っとってもあれか、あの悪ノリで俺が悪くなるやんか。それでもうこのやりたいけど何もできん、この無の空間にとって一番大事な僕の中だと思う。俺するとここにしに行くなってそのキャラがさ、もう絶対ノリで悪者になるキャラが、むしろもうなんか何に、何に動画すぎるのあれけど、そっちの落ち着くとこもあるよね、人によるけどはっはっ、俺の意地もあるよ高3までずっとそういうの続いとったんだ、まあでも、まあ、さすがに下できると下にもいけるもんね、うん、だからお前もう古文作っちゃったもんね。なんでそんなことになるかっていうと、やっぱり長谷も悪いところがあって、うん、それはある、うん、やっぱやれる遅刻の常連、あ、そっちとか、うん、何もう何性格とかさそういう方の話だもん性格もあるよ遅刻はね、あのもうあれ無理よ、だってもう俺遺伝子で決められてるもん。次回遅刻の話、バイバイ。